ルキウス・ポルキウス・カトは、紀元前2世紀後期、紀元前1世紀初期の共和制ローマの政治家、軍人。紀元前89年に、執政官を務めた。カトはプレブスである、ポルキウス氏族の出身である。ポルキウス氏族は、ラティウムの都市であるトゥスクルムの出身と考えられている。プルタルコスは、ポルキウスのノ面メンと、ラテン語のポーカスを結びつけている。 このため、氏族の先祖は養豚に従事していたと考えられる。紀元前3世紀になって、ポルキウス氏族から後位官職者が出るようになった。カト家で最初に執政官に就任したのは、マルクス・ポルキウスカとケンソリウスで、紀元前195年のことであった。大カトは高齢になってから、自身の初期を務めていた解放奴隷の娘であるサロニアと結婚した。 この結婚で生まれたのが、マルクス・ポルキウスカト・サロニアヌスで、プラエトルまでは出世したが、失政感にはなれなかった。このサロニアヌスが、本記事のカトの父である。カトには、兄マルクスがおり、マルクス・リウィウス・ドルススの娘との間に生まれたのが、マルクス・ポルキウスカト・ウッティケンシスである。大カトの最初の妻・リキニアの孫にあたるマルクスと、ガイウスの兄弟は、またいとこである。 カトが最初に記録に登場するのは、紀元前100年末のことである。このゴロローマ内部の政治対立は際立っており、元老院とエクイテスは団結して、ポプラレースの5民間、ルキウス・アップレウス・サトゥルニノスに対抗していた。結果、サトゥルニノスは反乱を起こし、12月10日に殺害される。オロシウスによれば、5民間カト及びポンペイウスが、サトゥルニノスによって、 ローマから追放されていたクイントスカエキリウスメテンリス、ヌミディクスの追放を解除する法案を提出した。オロシウスはこの二人のプライノ面メンを挙げていないが、現代の研究者は、ポンペウスの方はクイントス・ポンペウスルフスに間違いないと考えている。一方で、カトに関しては意見が分かれている。アール・ブロートンはアニマルクスと推定しており、エフミュンツァーは 本記事のルキウスと考えている。二人のご民館の提案は、多くの言動委員議員から指示を受けたが、もう一人のご民館、プブリウス・フリウスが強行に反対したために、実現しなかった。プルタルコスもオロシウスも、フリウスの背後には、反海キリウスメテルスケのガイウスマリウスがいたと、している。カトは、紀元前89年に、 執政官に就任するが、ウィッリウスポーの規定から逆算して、遅くとも、紀元前92年には、法務官に就任したはずである。いくつかの資料では、紀元前90年の出来事に関連して、加藤、法務官としているが、現代の研究者はこれを全法務官の号機と、考えている。紀元前91年末、ローマの同盟都市がローマに対して、反乱を起こした。 紀元前90年、カトはエトルリアの反乱軍と戦っていた。オロシウスによると、カトは多くの地と膨大な努力と引き換えにこの地を平定した。翌紀元前89年、カトはグナイウス・ポンペイウス・ストラボと共に執政官に就任する。カトはイタリア南部の戦闘を担当することとなった。しかし、吹き猫の戦いでマルシュ軍に敗れて戦死した。 ただ、オロシウスは、戦死ではなくショーマリウスに殺害されたとしている。失政官、ポルキウスカとは、大マリウスの軍を自分の指揮下に入れて、多くの戦いで勝利したが、自分自身を誇辞し始めた。大マリウスはそれ以上何もしなかったが、吹き猫でマルシ軍と戦った際、混乱の中で、まるで無名の人物であるかのように、ショーマリウスに殺害された。オロシウス、 異教徒に反論する歴史、V-18-24。現代の歴史学者は、オロシウスが変更した資料マリウスの宿敵である、ルキウス・コルネリウス・セッタの階層6マイナスを参照した架空の話と考えている。ありがとうございます。